ちは、デイジーデスティニーチャンネル、ジャネットです。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと暇なのでダルゴナコーヒー、まあ今の流行ってるコーヒー作ったので、ですね、こんな感じなんですよ。で、この作り方はまあコーヒー、普通のコーヒー、ミルク、粉か、まあフレッシュミルクでも大丈夫です。砂糖と混ぜてこの感じできました。で、そのダルゴナコーヒーはですね、韓国から始まったんで、まあ日本はなん聞いたことないんですね。他の国だとインドとかフィリピンもよく夏の時ダルゴナコーヒー作ってる人がいます。これでもし作りたいんだったら、ぜひ私のチャンネルコメントお願いいたします。今日はですね、ダルゴナコーヒー作りたいと思います。作り方も見せますので、よろしくお願いします。まずインスタントコーヒー大さじ1杯ですね。で、お砂糖を入れます。お砂糖は3倍、1、2、3と、お湯か水かどっちでも大丈夫なので、好きなようにしてください。今から混ぜます。このコーヒーと砂糖混ぜて、クリーミーできるまでちょっと見せたいです。ダルゴナコーヒーってことはですね、コーヒーかミルかココアでも大丈夫です。ですね、これがもうクリーミーになりましたので、これからグラスを準備します。今からですね、牛乳入れます。これはね、パウダーの粉のミルクなので、お湯に入れました、溶けました。でとですね、まあ、冷たいと温かいどっちでも大丈夫です。今からですね、入れます。で、さっき飲ませたコーヒーとこれ上にかきます。じゃあこれ出来上がりました、ダルゴナコーヒーです。使用したいと思います。クリーミーですね。もうその甘さとかコーヒーの味もしっかりあります。めちゃめちゃ美味しい。まあ皆さん作ってみてください。はい、それじゃあジャネットがなんかコーヒー入れたみたいなんで、ちょっと飲んでみようと思います。でも何これ。これはね、ダルゴナコーヒーとね、一番最初作った、まあ、人が、なんかね、有名人みたい、韓国人。韓国人？みたいんで、それずっと調べたんですよ。ダルゴナは、まあ、今人気なものとか、結構、その YouTube で、でも、あったので見たので、まあ、作ってみたいなと思います。で、こんな感じなんですよね。YouTube で見たら本当と同じ、これね。これはですね、中身は氷入れて、で牛乳はね、冷たいか温かいどっちでも
好きなようにしてください。これ今回は冷たくしてるの？そうです。今回は冷たいのね。でこれはですね、一回このコーヒー、これコーヒーなんですよ、うん、コーヒー、まあミロとかココでもどちらでも大丈夫なので、うん、あのコーヒー好きな人がコーヒー作ってもいいと思います、うんうんうん、コーヒーと砂糖とお湯で溶けてこう混ぜて、うん、その泡立て、うん、まあ、できたら、うん、もうできたらもう牛乳に入れてこんな感じになります、うん、ちょっと近くに、うん、こんな感じなんですよ。クリーミーですもんねこれは、うんうん、のこのまま飲もうとですよ。上だけかすか、うん、飲んだら、うん、飲んでみてください、うん、じゃあちょっと飲んでみるよ。絶対クリームだけしかうん、クリームだけだね。じゃあ下までこう、うん、スプーン、これ、はい、下までほらね、こんな感じを見えるかな。うん、さっき混ざってる感じ見えるかな、うん、こういう風に、ま、混ぜるのでいいのよね。うん、よかですよ、大丈夫。うん、正直俺さっぱりわからんからね、今の状況で。これはですね、あのまあ人気な飲み物なんか、あ、確かに混ざってはいってるね、これ、うん、こうちょっと怖いけどね、こぼさんでねあのね、怖いんだよ、これ本当にで、これはですね、あの、うん、まあ夏とか、まあ、暑いじゃないですか、うん、やっぱり冷たい飲みたいですもんね、私たちから、うん、これ、うん、ぜひ作ってみてください。こう混ざった感じわかるかな。うん、今、ね、下までね、行ってるよね。行ってる、行ってる。で、この状態で飲むってこと？はい、そのまま飲んでください。あ、じゃあちょっとスプーン、それかな、それかな、これちょっと待って。うん、うん、まあグラスはね、小さいなので、うん、気をつけて。はい、どうぞそのまま。はい、じゃあいただきます。めっちゃめちゃ甘いですよ。どう？うん、やっぱクリームなんだけど。本当クリームだけ？うん、全然クリームしかしないんだけど。もうちょっとこれ混ぜた方がいいんじゃないの？で、下まで混ぜた方がいい。なんかよくわかんないんだよね、正直。あの、ほら、あれもあるでしょ、スターバーとか、うん、スタバのコーヒーみたいな感じになるわけ、うん、これなんか今んとこそんな感じが全くしねえんだけどな、うん、だってあなたはね、コーヒーあのこういうものあんまり、あ、よく混ざったかな、うん、こんな感じかな、うん、さっきと違う。まあそのまま飲んでみて。うん、はい、じゃあいただきます。どうですか？あーはーはー、なるほどなるほど、あー、わかったわかった、やっとわかった、うん、今やっとわかった。まあ皆さんもう、うん、作ってみてください。まあまあなんとなく言いたいことはわかるんだけどね、最初さっぱりわからなかったからねこれ、うん、でもこれはですね、うん、あの作るんだったら、飲みたいんだったらこの時間を飲まない方がいい。まあそうね、今は寝れないんですよ、うん、夜遅いからね割と、うん、まあ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 今日はですね、もうちょっと時間があったので、まあ、作ってたことだけで、うん、まあ、夏になったらもう一回、うん、皆さん、まあ、まあいいですよとりあえず、うん、まあ正直俺最初から最後までよくわからんかもまま終わってるからね、まあいいんだけど、うん、これで、ああ、でも美味しいでしょ。まあまあ、最後は美味しかったよ。最初全然クリームだけと思ったんですよ、うん、っていうかまずかったもん正直、うん、やっぱりこういう飲み物はね、あんまり好きな人が、まあ、まずいって言うんですよ。まあそれは仕方ない。いやだって最初クリームばっかりだったんだもん、うん、今あの初めてコーヒーみたいになったという感じ。めちゃめちゃ美味しいですよ。ああ、どんな味？のコーヒーです。甘いコーヒーです。甘いコーヒー？うん。最初はあの、うん、甘くて苦いだけだったね。うん。だから混ぜてこんな感じになるって。うん。まあまあまあわかりました。まあ今度、うん、違うね。うん、料理とかね。そうね。そうね。お菓子とかに作りたいと思います。はい、わかりました。じゃあ。はい、じゃあ今日はここまでです。もしよかったらコメントお願いします。で、よかったらグッドボタンと
チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。